こんにちは、フリーアジェンダです。エピソード209の今回は習慣とログについて話をしています。以前ヒカルさんが習慣化についてこうハマっていた時期があって、その話も何度かしたことあると思うんですけど、そういった習慣が今どうなっているのかぜひお聞きください。それではどうぞ。はい、どうもフリーアジェンダです。はい、どうも皆さん、フリーアジェンダです。ちょっと宇宙ヒカルです。はい、ちょっと怖いな。SF の世界から元気だよ。その声聞くまでは元気やったよ、みんな。お前、声変えたら暴言入っていいっていうルールはないから。間違った？バレないかなと。違います。はい。めちゃめちゃ聞こえてます。いやー、いい朝ですね、山本さん。いや、いい朝ですよ。日も昇って。山本さんと話すのも楽しいですね。楽しいですね。やっていこう。はい。じゃあ、今回は、ちょっと久しぶりに習慣について話したいと思います。お、習慣オタクのヒカルさんがね。いや、そうなんですよ。うん、なんか去年習慣にハマってて、いろんな習慣をつけてたんですけど、うん、気づくとその習慣全部消えてるんですよ、今。受ける。だってあなたさ、なんか、こう人雇ってメモ取らしたりしてたよね。出ました。あれはすごい良かった。うん。けど？けど習慣が消えた？消えた？やべえな。いや僕も習慣本当に面白いなと思って。ほうほう。僕いつも、ジムに、行きつけのジムがあるんですけど。はいはいはい。そのジムに行った時に、僕はタオルとシャツを自分で持っていくのは結構めんどくさいんで。パンツだけと靴だけ自分で持ってって、シャツとタオルは入り口で借りて、で、こいつで着替えるっていう、ようなスキームでやっとるんですよ。ゼロ荷物メソッドですね。そうですね。ゼロ荷物メソッドですね。世に言う、はい、あの有名な。あれね。はい、なんですけど、なんかその、先週一週間ちょっと東京都外に出てて、その行きつけのジムには行ってなかったんですよ。一週間くらい。はいはいはい。で、昨日久しぶりにそのジムに行ったら、こいつで着替えようと思ったら、そのシャツをレンタルを取り忘れてたんですね。ある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 、で今までそんなことなかったんですよ、もうその意識せずとも手がもう伸びるというか、なんかその1週間でやっぱその自動化とか習慣が消滅していて、わずか1週間で、そんなもんなんだみたいなふうに思いまして、逆にいかに僕がそのジムに足しげく通ってたかっていう、それは調査でもあるんですけど、なんか本当に習慣ってなんか身についたようで、油断するとすぐ消えていくものだし、めっちゃおもろいなと思って。で、ちょっとそれは、なんだろうな、いわゆる、例えば運動習慣をつけるとか、食習慣を良くするとかって話よりはもうちょっとマイクロの話だったんですけど、習慣って、身につくもの、もしくは消えていくものだと思うんで、山本さんにですね、自分で過去につけようと思ってついた習慣、はいはい、あとつけようと思ったわけじゃないけど気づいたらついてた習慣、で気づいたらやってたはずなのに消えた習慣みたいなものについて、それぞれどういうものがあったか教えていただけないかと思って、今はポッドキャストを撮ってます。はい、そうですね。なんか頑張ってつけたやつは、早起き。早起き。4時半。はい。4時半起きを始めて、何年経つんだ？ 4年ぐらい。ですけど。3年 ?4 年多分そんぐらい経つんですけど。これはね、頑張ってつけようと思ってつけて、その後、全く変わってないんですね。なんか努力して変えてないっていうよりは、なんかこれがすごい水に馴染む、水に馴染む、肌が、そんな言葉ありましたよね。ないですね。ないか。水が合うですね。水が合いましたね。水が合うってのと、あとなんかね、失いようがあんまねえな、これって思って。早く起きると夜眠くなるんで寝るじゃないですか。寝ると次の日の朝起きるんですよ。いやでも普通の人はやっぱこのネットフリックス見出したらなかなか寝れなくてとかあるんですよ。ああ、ネットフリックスね。
アカウント持ってねえからな。まあいいや。うん。うん、まあなんか自分のやりたいことからこう逆算して、どこに時間作ろうかなって思うと、早起きしかないなってなって、それ以降は結構早起きをすると早く寝るでっていうサイクルで生きてるから、なんか割とこう失いづらい習慣だなっていうふうに思ってます。うんうんうん。で、次が何だっけ？意識しようと思わなかったけど、ついた習慣？はい。いやー、これはないんじゃないかな。これないんじゃないかな。ああ、意識しないと習慣はつかない。まあなんか、どうだろうね。例えばツイッターを始め、ツイッターってすごい習慣になってるんですけど、ツイッターを見るとか何かを投稿するとかって。でもあれってこう意識的にツイッターってアプリを、入れるとか、アカウントを作るとか、なんかそういうことによって、習慣が、まあ、そもそも生まれてるんで、それを意識してるっていうじゃないですか、きっと。ああ、でも、なんか、自分が見ようと思う頻度よりも見てる場合は、うん、まあ、自動的についたとも言えますね。ああ、で言うと、そっちの、あれがあるかもな。なんか、ツイッターは、なんか、自分の意思を超えて、その習慣として根強くついてしまうもので、対照的なのは Facebook とか Instagram とかかな、僕だったら。うんうんうん、みたいな。なんかそういうウェブサービスはちょっと仕分けができるような感じになってるかなと思いますね。で、なくなっちゃった習慣？はい。脂質の多いものを食べるとか、ジャンクフードを食べるとか。それは食べないって習慣を身につけたんじゃなくて。ああ、確かに。意識してつけてるな。うん、意識してるわ。それは別に習慣消えたわけじゃない。確かに、確かに。なんだろう。なんでしょうね。気づいたらなくなってたものですよね。はい。気づいたらなくなるようなものって習慣になってない気もするな。からないです。ああ、なるほどな。うん。それはでも多分、あれだな。習慣認識が多分甘いな。まあ多分そうだろうな。あんまり認識できてないだけだと思う。でもなんか僕もすげえ忘れてたんだよね。久しぶりに昔の習慣の記録とか見せたら、うんうん、こんなんあったなみたいな。おおお。うん。本当になんか人間って儚いなって思いました。確かに。それは否定しない。ないっすね。うん、ちなみに何がどうなってたの？いや僕だってしばらく晩ご飯とか抜いてたしな。抜いてたね。今食べてん、うん、食べてますね、普通に。うん、普通に食べてますね。だからいつからそうなったかって全然覚えてなくて。うんうん、もうやめようとかってなったわけじゃないから。うん、なんか、多分、だらっと元に戻った。だらっとね。うん。でも、1年半くらいは多分、まあその、完全にじゃないけど、基本的には意識して抜くってことをしてたから。はあ、なんかその言って習慣としてはついてたと思うんだけど、うんうん、なんか なぜなくなったのかとか思い出せないですよね。なるほど。うん、まあ、あと一時期仕事をポモドーロタイマーって言われるメソッドでやるとかもやってた気がするんですけど、うんうんうん、もなんか言ってそうなった気はするけど気づいたらなくなってた。消えた。消えましたね。まあ、睡眠とかも測ってたのに、いつの間にか、一旦、なんか、オーラリングの置き場所を変えたら、つけなくなったとか。あ、オーラリングもつけてないの？いや、昨日からちょっと気づいて始めました。その、今の習慣の件を思い出して。あ、なるほどね。いやー、それすげえ面白いな。昔やってた習慣って、結構俺消えても覚えてない、なんだろう、あんま思い出せないんだなって思ったから、うんうんうん、やっぱり何してたかをメモるのがすごい大事だな。ああ、確かにね。ましたね。うん。そうっすね。いや、自分のログがないと思い出せないは間違いなくそうっすね。僕、2週間前に筋トレ何したかも思い出せないですもん。いや、そんなの絶対無理でしょ。ね、無理だよね。うん。そうなんですよ。じゃあちょっとこの話はこんな感じなんで、そのまま次の話題になだれ込むと、はい、なんかその昔のログみたいなのって結構役立つことあるなとは思うんですけど、
なんかその話をしたいですね。ぜひ、ぜひしましょう。え、千葉さん、あなたがするんです。あ、直近僕イベントっていうか、そのタイムリーなことがあって。お、いいね。なんかね、自分が忙しすぎるというか、集中力が本当にない、取れないなと思ったんですよね。それな。なんかミーティング A をやって、なんか経営について話したら、その次の、2分後に面談が挟まれてて、でその次なんか人事との、ミーティングが入ってて、次ビゼルのなんていうか入っててみたいな、で次プロダクトの入っててみたいな、もう 何を考えていいかわからんみたいな。全然集中できないし、なんかその中で自分の思考を整理したり、なんか考えをまとめて発信するみたいなこともできないっていう、すごい強烈な危機感を感じて、で、なんか思うがままに、いや、これはちょっともう抜けたい、これは抜けたいとかやろうと思ったんだけど、そうすると、なんか説明が果たせないなって思って、で、やったのが、3月のすべてのカレンダーのイベントを抜き出してきて、で、タグ付けして、で、時間をタグごとに測って、可視化して、自分が何に時間を使ってるか見るっていうのをやるようにしたんですよ。で、これ、前回話したスプレッドシートで、なんかいろんなモデルとかも組んで、ほぼ自動にできたんですよね。で、結果分かったのが、本当にそう、いろんなものに均等に時間を割いてて、で、タスクに割ける時間は、なんか1日のうち 15% ぐらいしかなくて、とか。それもミーティングの狭間の 15% だから、なかなか時間取れないねとか、なんかそういうことが見えてきて、まあ、ゆえに、なんか自分としては役割として、まあ、一応社長をしてる CEO みたいなのがあるから、ここの優先度、CEO としての業務を5割ぐらいにしようと思ったときには、まあ、こういう業務はデリゲーションしなきゃいけないから、この仕事は今後お任せしたいみたいな、なんかペーパーを1枚書いて、でそれをもとにこうチームとかとコミュニケーションして、結構スムーズにできたんですよね。っていうので、自分が時間を何使ってるかって、自分で割とこうね、いろんなデータとか、その定量的なものとか、なんかファクトとかを元に生きてつもりなんだけど、こと自分のことになると、全くできてなかったっていうのはすげえ分かって、なんでこういうログ、なんかストックされるログ、僕の場合はカレンダーのイベントだったんですけど、みたいなものに、何らかの足跡残しておくってめちゃくちゃ重要だなっていうのと、あと残しておくだけだとやっぱダメで、その振り返るっていう時間をちゃんと持つのがめっちゃ大事だなって、すっげえ当たり前のことをちょうどね、先週かな、痛感したんですよ。うん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 。ああ、なるほどね、確かに。うん。それは、抽象化して考えると、まあ多分僕がもともと、あ、でも今の話めっちゃ面白くて、うん。僕が多分もともと話したかったのは、過去のこととかって忘れちゃうので、なんか残しておくと、意外とそれが、また新たな気づきになるよねって話だったんだけど、その残しておくと役立つというか、山本が今話してるのは、自分が今、その現在深刻でやってることも、意外と、その自分では何をやってるかとか、それが一体どういう意味を持つのかみたいなことを気づけないっていうことがあるので、それをちょっとこう、あらわにすると良いみたいな話か。そうですね。確かに自分に関して知らないみたいな話で言うと結構いろんな実は方向性があるんです。うん。うん。結構過去の自分の文章とか読むともう衝撃受けるんですよね。嘘。衝撃受けますね。ああ、でも同じ気持ちはわかるかもしれない。うん、なんかもう、まず文章うめえって思うんですよ。そっち側の衝撃。文章うめえって思うし、いや、こんなこと考えたのとかも思うし。はいはいはい。よう考えたなと。うん。逆になんか、この人俺と全く同じこと言ってる。今の俺と全く同じ考えだっていうこともあるし。あなただからね。とか、あとなんか、まあ、そうっすね。学びがある。うん。その、とか、あと、なんだろう、昔のスタンド FM とかも聞いたんだけど、なんかその習慣についての理論とかを話してる、うんうんうん、話を聞いて、こいつめっちゃ習慣詳しいな、みたいな。そうだね、こんな理論だったんや、みたいな。うんまあ、自分が話したはずだけど、うん、100% 覚えてない。まあだからちょっと面白いよね。共感できるコンテンツが、自分じゃない人が話してるような感じだと思うから。面白い。ね、いや、本当になんか、なんだろう。だから今自分が考えてることとかって、今の自分には当たり前だけど、将来の自分にとって当たり前じゃない可能性も結構あるという、うんうん、人は忘れるので、うんうん。で、なんか残していきたい気持ちが結構強い
ああ、いいですね。ですね。はい。僕は自分の過去の文章とか、ポッドキャストを聞くの、聞いたり見たりすると、なんだろう、そもそも文体がめちゃめちゃこう、断定口調だったりとか、そういうところが気になって読めないですね。お、読めないんですか？いや、尖り散らかしてんな、こいつみたいな、思うときあります。ああ、うん、なんか、気恥ずかしいみたいなこと？なんだろうね。いや、なんか、そう、この時は気を配る先がそんなに多くなかったんだろうなとか感じちゃう。ああ、配慮が足りないと。配慮が。まあ、配慮はそうですね。でもなんかその文章とか文体のことは置いておいて、なんか内容とかについてはなんか どういう所感を得るんですか？読めないから。読めないから。得られない。うん。まあそうね。ポッドキャストとかはどうだろうな。まあでも聞かんな。自分のポッドキャスト聞かんな。まあ聞かないよね。うん。でもたまに聞くとめっちゃいいよね、正直。あ、そうなんだ。うん、いや、めちゃくちゃいい。うん、いや、なんか、ヤマトさんとかも多分めっちゃいいと思いますよ。めっちゃいいんだ。なんか、ヤマトさんってすごい、なんか、突然何かをこう、なんですかね。まあ、穴で言うと5メートルくらい掘って、うん、その穴放置してどっかに行く癖結構あると思うんですよ。はいはい、だから、1週間、1ヶ月前の、今日、山本さんがハマったものって、すごいハマりをしたけど、うん、山本さんそれ忘れてると思うんですよ。ドッキリするな、それ。うん。裏庭にめっちゃでかい、なんか山掘ってられて、びっくりすると思うよ。誰だこれ掘ったのとか怒るでしょ。そう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 。でも結構なんかやっぱその、ね、山本さんが掘るからにはそこそこの示唆とかを出しているわけで。多分、ヤモトはそれ結構抽象化して、なんかすごいエッセンスしか残してないか、もしかも頭から消してると思うけど、うん。なんか、その内容深めた内容とか、それをやたら深掘りした自分とか含めて結構面白いんじゃないかと。なるほど。私は思いますけどね。まあ、仮にそうだとしたら全部忘却してそうですね、確かに。そうなんですよね。うん。だからその ブーム、マイブームの力とかって多分すごいんだろうなっていう気はしてて。マイブームね。うん。さっきの習慣が消えるみたいな話に結構近いんだけど、あの頃はあることにすごいハマってて、うん、その熱量たるやすごかったけど、うん、まあ、それは習慣として根付いたはずが消えていって、うん、今じゃなぜそれにそんな熱量があったのかとか、それができてたのかわからないっていうことが結構あるとは思うんですよ、実際は。あるあるある。めっちゃあるね。うん。うん、それがあったことすら多分思い出せないと思うんですよね。それが思い出せるくらいだったら多分その習慣とか、その思考って消えてないはずなんで。うんうんうん。うん、だから残しておきたいですけどね。うんうん。うん。確かにね。最近はそれめっちゃ思いますね。なんか過去の自分から学ぶものはとてもありますよね。うんうん。なるほど。ちょっと余談なんですけど、自分のポッドキャストとか聞く習慣がなかったんですけど、最近こう DM で、なんか、ヤモトさんの声がすごいいいみたいな褒められたんですよ。お、僕、自分の声ってコンプレックスしかなかったんで、いや、そんなわけねえだろ、うん。自分の声聞くのもあんま好きじゃないから、そんなわけねえだろと思ったんだけど、ちょっとな、この人がなんでそんなことを言ってんのか気になるなと思って、自分のポッドキャストを聞いてみようと思ってんだけど、まだそこまでの気持ちにはなってないっていう、そんな段階です。おぉ、なるほど。まあ、ポッドキャスト撮る上では、そうっすね、ヤモトさんの声は結構、まあ、少なくとも僕よりは声質はいいと思いますね。マイクがいいっていう話ではないのかな。うん、まあ僕は僕対僕の対話だったら結構このポッドキャストはきついかなって思いますね。うん、あ、そうなの。うん、そうですね。おお、なんか声に何求めてんだろう。ああ、まあ僕の方が声がちょっと高いかな。高いかな。山本さんの方が低い。あの、バランスとしてはいいと思いますね。ああ。なんか別の声であるっていうのが大事なのかなとかはちょっと思ったりするけど、うん、そうかもしれん、うん、それはそうかもしれん、まあうん、まあ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 、はい、こんな感じですかね今回。そんな感じですね、はい、唐突に終わりにしに行くけど。はい、はい、まあでもそれはそうですね、一旦しましょう。はい、いかがだったでしょうか。フリーアジェンダでは皆さんからの質問やお便りを募集しています。概要欄にGoogle フォームを貼っておりますので、もしよければそちらから質問やお便り、感想をいただけるととっても嬉しいです。ではまた次お会いしましょう。バイバイ。